玉料期高校剣道大会とは、毎年7月下旬に、福岡県福岡市で開催される、高等学校を対象とした剣道の、オープントーナメントである。西日本新聞社、九州剣道連盟主催、スポーツ庁、全日本剣道連盟、九州各県及び、教育委員会、福岡市及び、教育委員会、福岡県高等学校体育連盟、テレビ西日本公演。 高校剣道会の三大大会の一つ。同じく西日本新聞社が主催する高等学校を対象とした柔道のオープントーナメントである今週期高校柔道大会の後に本大会が開催されており、この二つの大会をまとめて今週期緑両期高校柔ら剣道大会と呼ぶこともある。大会前半は女子、後半は男子大会が行われる。 ブロードバンドの普及により、各試合を大会スポンサーの協力により、インターネット動画中継がされたこともあった。毎年大会最終日に、テレビ西日本を、キー局に、九州沖縄エリアの FNS 各局にて、男女決勝をまとめて、中継録画されている。男子、女子とも、完全オープン参加となっている。すなわち、地方予選が一切なく、基本的に、 日本全国どの高校も実施要項に従って手続きを行うことで自由に参加することができる。開催当初は参加校は福岡県内の学校に限られていたが時代が進むにつれて九州、山口の各地域及び朝鮮、満州、上海から参加した学校もあった。戦中戦後にかけては第二次世界大戦の選挙区悪化と 終戦後の占領下での学校教育における武道教育の禁止のため中止されたが、1955年、今式大会を1年遅れで再開した。再開当初は九州の高等学校を対象としたが、大会によっては九州外の学校が参加した大会もあった。男子は1973年以降、女子は1997年以降、 日本全国の高等学校の参加を認めるようになり、それ以降は首都圏、近畿圏をはじめとする九州外の全国各地からの参加校も増加している。自由参加ということから多数の競合校が参加しており、毎年非常にレベルの高い大会になっている。なお、すべての参加校のプロフィールと集合写真が大会パンフレットに掲載されているが、 参加校が多くなってきたためパンフレットの量も増えてしまい、結果的に比較的高額なパンフレットになってしまっている。ありがとうございます。